6月17と18の2日間で行われた墨田食育フェス2021。墨田の食育は夢を形に手間かけてみんなで作る墨田の食育を基本理念に、さまざまな取り組みを通して墨田ならではの食育文化を育んでいます。毎年6月、国が定めた食育月間に食育啓発のイベントとして墨田食育フェスを開催しています。今年はコロナ禍の影響で規模が縮小され、会場は墨田リバーサイドイベントホールのみとなりました。しかし、このような状況でも食育活動に普段から取り組んでいる22の地域団体、NPO、企業などが参加し、展示を行いました。その中から活動内容などについてお話をお聞きしました。東京都産の江戸東京野菜をはじめとした食材を通じ、東京の農業、食、環境、文化の大切さを考える押上義勝。お店では東京都産の野菜、あと伝統野菜の江戸東京野菜、あと肉、魚、調味料、お酒ですね、これを、東京都産の食材を集めて、それをご提供させていただいておりまして、で、郷土料理として東京の食としてのもんじゃという料理を、提供しているという形になります。東京の自給率も 1% 未満という中で、実は農業を営んでいる方がまだまだいらっしゃって、いろいろなバラエティある農産物がまだあります。東京の自給率を 2% に上げようという掛け声で、皆様と一緒に活動しております。やっぱり住んでいるところ、何が大事ということをなって考えたときに、やっぱり環境なんですよね。農業との共存が我々の住んでいる地域の環境に非常に貢献するものである。それが結果的には、持続可能な社会、都市生活を支えていくんだということで、皆様により幅広くですね、東京都産の食材を見たときは積極的にぜひ選んでいただきたいという気持ちを込めて展示をさせていただいております。次に、主に仕事をリタイアした方や子育てを終えた方々が地域でボランティア活動を行っている定年どすこいクラブ、その中の食育支援部の取り組みについてお話をお聞きしました。私どものクラブはですね、ボランティア活動が主なんです。食事を皆さんが食べられるようなものをお作りして楽しんで来ていただくっていう名目でやっております。あとはですね、これは立花悠遊館でやってるんですけど、梅若悠遊館のところでは地域の人を10人お呼びして、私たち2人でお手伝いに行って、あそこのデイサービスの方と同じお食事をして、皆さんで話をしながら楽しく出てこれるっていうことで、あそこ悠遊館でやってるそうです。今週1週間どんなことありましたかとか、この頃雨が多いから出る機会がなくて困りますねとか、そんなたわいもない話を皆さんでしております。出てこれてよかったとか、今日のおかずは美味しかったとか、そういうことですね。で、元気で歩いてこれたとか、そういう方が多いです。初日の17日には食品表示ミニ講座が開かれました。内容はサプリメントと薬の違いや、サプリメントを選ぶ上での注意方法などについて。だから特報を使うときはちゃんと裏を見て、何にこの機能性があって、どれぐらいの量を使ったらいいのかとしっかり確かめて使うということができます。参加者は熱心に聞き入りました。次は、区内の病院、保育園、施設などで活躍する栄養士や調理師が専門性を生かして栄養改善と食育に取り組む
すみだ地域栄養ネットワーク。私たちすみだ地域栄養ネットワークは30年以上続く会なんですけれども、地域の栄養士が集まって病院施設、また保育園、それからあと行政や個人に至るまで幅広い栄養士が集まって専門職を生かして食育に取り組む会になっています。つながりっていうのも大事にしていて、食育を行っていくにあたってつながりがないと情報が分からずに皆さんに食の情報を提供できなかったりするので、そういったコミュニケーションを取る場として活用したり、あと私たちが専門性の意識を高めるために勉強会を行って、それを地域に貢献していくというような形で行っています。レシピを自分の病院や施設で使っているものを公開しておりまして、そういったものが家庭でも活用できて日頃からの食育につながっていけばいいかと思っています。すみだの食育っていうものを栄養士の立場から貢献できる活動を目指しています。まだまだすみだ区の中には多くの栄養士がいますので、ぜひ私たちの会で一緒にそういった食育を貢献したいと思いますので、会員も随時募集しています。ぜひ興味のある方はお問い合わせいただければと思います。最後に、食育に取り組む様々な人々をつなぐ役割を果たしながら、すみだの食育活動の中核として活動するすみだ食育グッドネットです。活動内容を紙芝居風でお届けします。すみだ食育グッドネットは、夢を形に手間かけて食で育むとは、人と人のつながり、地域と地域のつながり、それを官民共同で育んでいく、育むプロセスに手間をかける、つながるためには立場を超えて、分野を超えて、地域を超えて、官も民も一緒に汗をかく、それが大切。そうして実現できた取り組みが、墨田区内では高齢者口腔ケアの取り組み、他地域とは福島の取り組み、北海道十勝目室町との取り組み、これからは食でつながる拠点づくりを通して未来プロジェクトにチャレンジです。墨田食育グッドネットでした。すみだでは、みんなが笑顔で楽しい食環境を通じて豊かな人生を送ることを目指して、世代や分野、地域を超えて、人と人、町と町がつながるすみだらしい食育文化を育んでいきます。